おいこららよ、今おめえエソちゃんのパンツ見ただろ。何ラッキースケビかましてんだ。こいつちょっとやらかしてしまったようでな、エソちゃんのパンツを見るとかもう死罪に当たるからな。にゃーい、ということでやってまいりました。おとらむくたもむね様、ごきげんよう。ゴールだ。はい、ということで在任時までの1日がスタートいたしましたということですね。皆さんね、先日アップデートが行われたわけなんでございますけども、アップデートで、まあ、こっそりと追加された被り物ってご存知ですか？そう、ツタンカーメンですね。ツタンカーメンの被り物がついにゲットできるということで、被り物コレクターであるエソソはそのツタンカーメンの被り物がまあ欲しいんですよ。だから見てください、今回のこの格好、もう完全ツタンカーメンをね意識した、まあ、この格好もう準備万端ですよ、受け入れる準備は。で、肝心な入手方法なんでございますけども、石を叩いて金鉱石がゲットできた段階でレシピをひらめくらしいんですね。なので、まあ、まずはね、何はともあれレシピをゲットしないとゲットできないんですよ、ツタンカーメンの被り物は。だからよ、ツタンカーメンになるために奴隷のように働いて、そして成り上がってやろうじゃねえかって、そういう企画でございます。資材って書いてあるからね、完全に奴隷だよね。ちょっと俺よ、スコップ持ってねえから、ああ買いに行くわ。おいおい、おめえら何犬同士でじゃれてんだよこら。地獄？エソゾが来てぜー。あ、なんかフランスを見に来てんじゃん。何見てんのおめえ、それこれ欲しいのこれ、買ったろうが。レトロな扇風機がお店に並ぶ季節なのね。もう並び始めたから1ヶ月ぐらい経ってるよ。でも、あっという間に夏なんて終わっちゃうのよね、ルララ。そのセリフ聞くと傷つくやついるからやめろお前。あ、夏休みはやっぱり短い。よりによってちょっとダセエキスコップしかなかったな。で、待って、うちの島って今岩どこにあんだ？あー、全然叩いてねえから覚えてねえわ。あんじゃん、これか。おい、出るかな。まあ、エサソの子だからパツ一で終わっちゃうんじゃないこれ。一発で金鉱石出るっしょ。おい、出ろよ。出なかったら結構最悪だな。出てほしいな。だいたい一個ぐらいは出ると思うんだけどね。おい、ゴミセレクションじゃねえかよ。石と粘土だけかよ。おいおい、なんかめちゃくちゃレアな紫のアネモネがいっぱい育ってんぞこれ。どういうことこれ、俺が拾ってきたんだっけ。まったくよ、迷惑だから逆らえてほしいよ。よし、ここで金鉱石出んだろ。おい、砕くぞ。やべえ、あと3つぐらいしかねえからな。ゲットできるかな金。おい、全然ダメじゃんおい。おい、しかもここリッチ悪これ。うわ、じゃあ金だよ、およりによって金かよ。ええ、もしかしてゴミ池からゴミ釣り上げ、え、嘘マジで、マジかよ。え、ゴミ池機能しなくなったの？うっそー。まあしょうがねえ、これで金鉱石出ればまあ許してやるか。あー、でもちょっと残念だな、ゴミ池。うわ、来た来たんじゃないこれ。じゃあこれを拾うと、あ、黄金に輝く石を見てると不思議な気分になってきて DIY のレシピをひらめいた。スパルタカスか。しゃあ、ゴミ池からゴミだけが釣れなくなったのは残念だが、まあいいか、これで俺もツタンカーメンになっちゃうぜ。デトロド、あ、これ来た、あ、来た来た来た。作れるって書いてあったね。これよ、ツタンカーメン。作ってみるか。うわ、どうなるこれ。おい、ツタンカーメンができた。ツタンカーメンができたってどういうこと。我は古代エジプト第18王朝のファラオ、トゥトゥアンク・アメンである。おう、どうよどうよどうよ。なあ、これすごくねえか、このツタンカーメン。なんかめちゃくちゃメタリックでリアルになってるね。でね、これ面白いのがね、なんと被るじゃん、音聞いてて、トゥルルンつった後になんか屁こいたようなブリブリブリンって音がするんだよ。すごくないこれ。いや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 、こんなとこから出てきて、まさにだね。まさに出てくる感じだよ。ちょっとこれってさ、今までの作品だとめちゃくちゃ転びやすくなってたんだよ。転ぶのかな。まあ、やさちゃん身体能力高い。嘘だろ、結構すぐ転ぶぞこれ。危ないぞこんなとこ転んだら。ああ、そうかいそうかい、どうせ転ぶんだったらよ、チキンレースぶっかましてやるわ。すげえ転ぶじゃん、めちゃくちゃ転ぶんだけど。今な、ここに超絶簡易的なコースをこうやって作りました。でもこけるじゃん。で、ここのこけた先に落とし穴の種埋まってたら、
どうなんのっつう話じゃん。ちょっとそれ試してみようぜ。ちょうどうまくここで焦げなきゃいけないんだよ。だからそれはちょっと何回も試すしかないな。ちょっとやってみよう。いやー、ちょっと早いな焦げんのが。あ、怖い怖い怖い。今のは失敗や。今のは失敗よ。チキンレースよ、これ。うわぁ、今のでできたんじゃない？ああ、だ、うそ、うわ、うわ、嘘だろ、お前。ちょっとこの格好で罪人どもにも話しかけてみるか。ちょっとビビるんじゃねえか、これ。あれ？ビアンコいなかったろ。まあ、そりゃそうよな。おい、豚悪いよ、お前。おい、豚これ見ろよ。よく来たな、いっそさ。まあ、ゆっくりしてきよな。だまだま。我は古代エジプト第18王朝のファラオ、トゥトゥ、アンク、アメンである。明日はいよいよ花火大会だぞ。どれくらいでっかい花火が上がるのか、考えただけでワクワクするよな。だまだま。どでけえハムカツ花火が。上がるかもしんねえな、明日は。なんだ、モガのワンピースなんて着て、さてはどっか出かけるのか。いや、着眼点が的外れ。おい、気づいたらこいつのライブ盛況じゃねえかよ。マジで、こんな着てんの。おめえな、こいつみてえのな、外来音楽聴いてんじゃねえよ。この罪人島ではな、音楽禁止じゃ。そういえばこいつらのさ、目の前でさ、俺がさ、思いっきり突っこけたらさ、心配してくれんのかな。まあ、白鳥のやつらだから心配してくんねえだろうな。タンタンどうよ、ちょっと見ろよ、これ。ああ、行くぞ、今からこけっからよ。見てくれ、こけっから。おい、見ろよ。もうそもそも見ねえとか、俺の想定以上に白状だな。いや、ティーチャーとかもいるからな。ああ、これちょっと見てもらおうか。ああ、見ろよお前ら、今からよ、こけてやるから。ああ、見てろ見てろ、お前こけるからな。ああ、お前ら鬼。おい、お前ティーチャー見ろよ。お前な、壁見つめてんじゃねえよ。お前嘘だろこいつ、なんでずっと壁見つめてんだよ。なんだあるっつんだよ。覗き穴。おやすちゃん、こけるから見てろ、ちゃんと。屈伸しねえで。な？お前、こういう手に限ってこけねえな、随分と。どうなってんだよ。あ、なんで？サンデーなら見てくれるんだろ。なんかな、ちょっと、上の空だけど。おい、こらライオン。今、おめえ、エソちゃんのパンツ見ただろ。何ラッキースケビかましてんだ。こいつちょっとやらかしてしまったようでな。エソちゃんのパンツを見るとか、もう死罪に当たるからな。ここって、レイチェル君のお家なんだけど、君、遊びに行ったことある？おめえ何堂々と不法侵入暴露ってくれちゃってんの。僕この前言ったんだけどね、あの子らしさがいっぱい詰まってる感じでなんだか感動しちゃった。ダオン。え、何お前建造物侵入もしてんの。お前そういう行いは危険だぞ。エソちゃんラブな視聴者がいっぱいいんだから、お前殺されんぞ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。またね。よし。